なるほど、なるほど。絶対かな、それは。仏道のためのね、なんとしてもそういう、言ってみれば小さいながらも道場を、まあ自宅兼道場を、なんとかしてくださいっていうのはね、なんとか叶えさせていただきたいんですっていうね、その念を込めて動けば、何よりでも早くなる。私、それ、ずっと、それも。今まではね、学会だったからダメだけどさ、それ何も思ったって。だからその人と一緒に暮らしてくんだったら、私一人になって、うん、そういう人がいっぱい来て、話したり、一緒にね、台本かけたり、うん、こういろんな道場ね、東条さんが見た時、道場、道場。うちを使ってもらってっていう希望がね、ずーっと、叶うよ。俺はね、結局ね、その、若い時に入信したのが大体二十歳ちょっとなんだよね。で、学会はどうもうさんくさいって言って、あんまりこう、入り込めなかった。で、1年半ぐらいした時に、峯岸さんっていう不思議なその老人と出会って、老人だって、その時まだ55だから、俺より若かったんだよ。そう、そうだよな。だから、22、3歳の子にしてみればね、まあ、おじい様っていう。でも、それが運命の出会いだったんですよ。で、その方はもう本当に、学会ではいたけども、ほとんど学会の組織じゃない。信心そのものを俺に教えてみた、俺たちに。ほんで、その、こんな尊い師匠に出会えたんだからって、その当時、6畳一間か、ダイニングついてるぐらいのアパートだけど、道場に開放したわけ。どんどんメモ。もうみんな、こんなんなって座って、それでその姉さんが寝て、一晩中そのお話聞いて。だけど、話が面白いから、こう、ドワーってみんな笑うから、こう、追い出されるわけね。そのミーティング、俺は追い出されないけど、ミーティング自体がもうできなくなる。それでまあ、転々としてったんだけど、でも俺は絶対、これはもうあの方をお招きして、仏道修行することが、もう唯一楽しみ。で、卒業したと同時に、みんなで大勢集めてできるところを借りたの、わざわざ。その代わり、一人じゃ借りらんないから、自分の釈放した、あの男二人をね、いいな、一緒に住むんだ、いいか分かったなって言って、もう力技で、もう納得させ。で、当時、フッサンって言って、米軍、今、米軍基地があるんだよね、東京の。で、そこには、昔作った米軍ハウスとかいっぱい残ってるんですよ。そうするとね、ホールがあって、ちゃんと個室が、ボロい作りなんだけど、一応個室があって、ちょうどいいんですよ。3人住んで、で、真ん中のホールに、ネギさん招く。これをずーっとやったんです。ほんで、毎週毎週毎週みんなそこ集まって、その苦毒ですよ。考えてみたら。その後、今もう自分ちね、まあ、自宅がまずでき、そこでやっぱりそこで着服のミーティングやるような場所もちゃんと増築し、そして今4階建てのビル、建築、もう10年以上経ってるけどね、それも作れ、それで今だから、で、東京にもマンション7つぐらい。そうじゃないよ。部屋ね。7個ぐらいやって、一人貸したり、子供を住ましたりして、まあまあ、で、自分住んでるとこも、みんな買ってるわけで、借りてない。で、要は、土地建物に対して全然不自由しない。で、まあ、金で言ったってね、その会社は27歳の時か、26の時に立ち上げたんだけど、まあまあ、そこそこに、うまくいってて、本当に今給料で言うと普通に取れば100万ぐらい取れるんですよ。ただ昔は会社の法人税と個人税っていうのは明らかに個人税も安かったからたくさん取ったのやったよね。でも今そういうわけにいかなくなったんで会社にも振ったりしてるけど取るっていう収益で言うと月100万ぐらいの給料取っても全然会社としては困らない状況にをずっと10年、15年以上ずっと続けてるわけで。それは、紙のない時期に、一生懸命家賃払って、で仏道修行のためのね、そういう道場を提供してきた苦毒だったなって。で、今東京の、今自分が住んでるマンションが、まさに3部屋個室があって、真ん中がホールになっててっていう 3LDK なんです。で、今度は、俺がそこでみんなに講義してる。昔は僕が弟子として名さんを招いて聞いてたと。同じことやってるわけですよ。いや、不思議だなっていうね。だから、仏道修行のためにそういう場をね、なんとかしたいっていう願いは、最初は小さくてもね、必ず経済は成り立ってる。うん。今度こそですよ。